おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。小松菜はね、葉っぱの方に私は切り込みを入れて、で食べやすい長さにザクザクザクっと切るよ。そしたらね、600ワットで2分レンチンね。で水気をキュッキュッキュッて取って、でね、分量はこれ。なんか久しぶりに私、小松菜の梅おかかあえをしたような気がする。ねえ、久しぶりな気がするんだけど。今日はね、今朝はわりかし比較的やる気があった。でね、これを全体をあえて、もうこれでね、小松菜の梅おかかあえができた。で、ウインナーは両端を切り落として、このさ、上下に割り箸でも菜箸でもなんか置いてさ、そしたらね、7、8ミリ間隔中の切り込みを入れる。で、切り込みを入れたら90度前にコテンって倒して、切り込みと切り込みの間に切り込みを入れるよ。早口言葉みたい。で、これはね、1分くらい湯がく。ウインナーがね、転がっていった。で、えのきベーコンね。えのきベーコンはさ、隙間埋めおかずにもいいけど、ビールのつまみとかにもうまいよね。朝からビールの話。でね、ウインナーに切り込みね。長ネギはね、食べやすい長さ、だいたい3、4センチぐらいかな。で、鶏肉は一口大に切るよ。で、私はいつもさ、なんちゃってネギマを作るときには、爪楊枝で鶏肉、長ネギ、鶏肉ってぶっ刺してるんだけど、もうね、めんどくさいからね、刺さなかった。刺さなくてもね、食べればね、なんちゃってネギマになるからよし。で、軽く塩コショウね。で、全体にさ、塩コショウが行き渡るようにもみ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 する。で、小麦粉をまぶすよ。ね、タレの分量はこれね。で、このタレをよーく混ぜとくよ。で、卵焼きの分量、これね。もうさ、最近も息子が、中に具を入れたのが好かんからシンプルなのしか作ってない。まあでもね、お昼さ、せっかくね、食べるんだったらね、嫌なのは入れないでね、好きな方にした方がいいもんね。で、昨日はさ、私この朝お弁当動画上げてる時にさ、なんかどんよりしてるって言ってたでしょ。そしたらね、雨が降ってきて、あの昨日のさ、やる気のなさ、やっぱね、雨やったな。もうなんかね、一日10キロ、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 
チロ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 降ってたよ。で今日はね、晴れってほどではないけど、なんかねちょっとお日様が見えてるかなって感じだからさ、私もやる気があったのかしら。天気に左右されて嫌になっちゃうけどね、こんなんあるがね。やっぱさ、なんだろうな、天気がいい方がこう、私はねやる気もあるみたいよ、多分ね。だって水曜日の割にさ割と元気だもん。いつも水曜日あたりはふーって疲れるんだけどね、ポンコツだから。昨日ポンコツだった分さ、今日はちょっと元気っぽいぞ。で昨日はねチロチロ雨が降ってたからかね、鹿児島もわりかし過ごしやすくて、私もね、まあ一日中半袖ではあるんだけど、クーラーをね26度でよかった。いつも25度でつけてるけどさ、26度でねちょうどよかった。今日はちょっとまたなんか私暑いような気がする。体感温度のせいかもしれんけどな。そしたらね、えのきベーコンとウインナーを焼くね。でもこれはさ、ただ焼くだけだ、焼くだけだって。で私は次のものを早く焼きたいからさ、ちょっとねここでね隣のコンロと入れ替えて。さらに鶏肉をドーンって、1枚ずつ位置を広げてね、火がちゃんとしっかり入りがいいようにね。私多分ね、あれさっきも言ったなんちゃってね、今も久しぶりでしょう。最近めんどくさいことをしてなかった、めんどくさいことをって。まあ手はね口に刺さんかったけどね。そしたら長ネギも一緒に焼く。でこれはね片面1分半ね。で裏返して、もうねこの鶏肉の焼き色がね素晴らしく食欲をそそる色で。ねえ、柚子胡椒つけても美味しいよね。ただね焼いてね、であと1分半ね。そしたらね、さっき作ってたタレをジャバババッと。でさ、しっかり絡めつつ、みりんのアルコールをぶっ飛ばすよ。もうね、いい感じにタレがね絡んでさ、鶏さんももちろん美味しいけど、このね旅館映えで火が入った長ネギがめちゃうまい。これでねなんちゃってネギマもできた。そしたらさ、湯がいてたウインナーね、これはさ両端をパスタ麺で固定する。パスタ麺は食べる頃には柔らかくなってるから大丈夫。で真ん中にね切れ端をさポーンって乗っけて、お花ウインナーね。で詰めるよ。ワックスペーパーで仕切って、卵焼きは底上げをして、切り口が正面を向くように詰めるね。そしたらカップを敷いて、ここに小松菜の梅おかかあえ。でね、隙間のところにえのきベーコン。
で、端っこの方にはね、ウインナーね。で、カップを敷いて、ここになんちゃってネギマをドドンと詰めるよ。このネギがまたうまいのよね。で、ちょっと茶色いからね、お花ウインナーを乗っけて、で、ミニトマト。で、今日はね、なんだっけこれ。彩り花野菜ふりかけだ。これでね、今日のお弁当の出来上がり。水曜日だね、今日はね。久しぶりな、なんちゃってネギマとかのお弁当でした。で、材料と分量これね。また概要欄にも書いとくね。最後まで見ていてくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。